にちは、クリラバです。今回の動画は珍しく球場からスタートしています。本日なんですけども、このチャンネル最大のスペシャルゲストにお越しいただいています。早速なんですが、そのゲストの方をお迎えしたいと思います。それでは早速ゲストの方に登場していただきます。お願いします。どうも、おはようございます。おはようございます。走る大井チャンネルです。はい、本日はなんとこの球場に走る大井チャンネルさんが来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の動画はですね、せっかく大井さんに来ていただいたということで、はい、僕のチャンネルは基本野球のグローブを、上げているチャンネルなので、はい、よかったらこちらの GS グローブについて今回はご紹介させていただこうかと思います。なるほど。はい、ぜひね、大井さん本人に聞けることもあると思うので、今回はこちらを紹介していきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は GS の紹介をさせていただこうと思います。大井さんから簡単に GS グローブの特徴を教えていただいてもよろしいですか。はい、GS 特徴としては、はい、自分ゴリスポっていう人と2人でやってるんですけど、結構いろんなグラブを触ってきまして、はい、やっぱ合う合わないってあるじゃないですか。そうです。で、自分らのこだわりをこう突き詰めていったら、結局なんとなくこういうぼんやりとしたイメージできるんですよ。はい、それを、まあ、自分らのブランドとしてこう出したいなっていうので型を、まあ、絞って作りました。はい、で、GS 実際にはめさせていただいたんですけど、はい、方式としては僕はすごく軽く感じました。はいはいはい。で、この GS グローブなんですけど、まあ、特徴というか、グローブとしての特徴はどういう感じの？はい。グローブとしては、やっぱり高校生とか、はい、まあ、中学生とかって、草野球よりも練習量多いじゃないですか。そうです。それなんで、こう使っていくと、皮がこう、へたったりとか、ペラペラになっちゃったりすると思うんで、はい、まず、一つは耐久性。耐久性。というのと、ちょっと硬め。はい、というのと、自分とゴリスも結構肩つきをするんですけど、はい、呼吸面がこうボコって浮いちゃうとなんか嫌な感触あるじゃないですか。あれをなくすために、この呼吸面の間に当て側を入れて、ちょっとこう、そう、ピタッとこうするような感じにしてるのが特徴ですね。なるほど。はい、で、革はテラダレザーということで、はい、あと作ってるところがアイスタジオというところをお聞きしたんですけど、はい、実際にエールストーリーの職人さんが作ってらっしゃるということで、はいはい、で GS クローブのラインナップなんですけど、はい、実際に型が内野が3型、はい、で外野が2型で、キャッチャーミットがこれの1型ということで、はい、それぞれ簡単になんですけど、内野の型の違いとか簡単に教えていただけると思います。はい、型的にはじゃあ後で画像を送っとくんですけど、はい、これ1つ目がセカンドショートのコンパクトで補給面広いタイプ。なるほど。まあしっかり開くやつですね。はい、で、2つ目がこれよりも一回り大きくてちょっと奥で掴む系のやつ。掴む系。はい。と、もう1個がその2個目と同じぐらいの大きさで、ちょっとソフトボール向けで手が奥まで入る、こうがっつり握る系の、結構奥まで入るやつ。なるほど。で、3つですね、内野が。はい、で、外野手は2つ。1つ目がちょっと大きめでしっかり開く、こうパカパカタイプのオーソドックスなやつと、もう一個が、まあ、中学生とか高校生で小型の外野手を使ってる選手に向けた、イメージとしてはサードの指を伸ばしたような。なるほど。内野から外野へコンバートされた。そうですそれが一つで、キャッチャーミットはこれ自分らのこだわり全く入ってなくて、インスタグラムでキャッチャーミットに求めるものはって質問をしたんですよ。あ、それで結構コメント来るじゃないですか。はい、それで多かった意見を上位何位かをこう取り入れて、こんな感じでお願いしますっていうので、はい、まあ、自分らのブランドなんですけど、はい、今のこの視聴者さんがどういうのを求めてるかで形が生まれたっていう感じです。なるほど。はい、このキャッチャーミットも今結構硬いんですけど、はい、このキャラメルもすごくしっとりしてて、うんうん、結構色的にはこっちは使い込んでるんであれですけど、はいはい、背面見ると結構白っぽいというか、そうです、キャラメル系のカラーにしては白っぽいなっていう印象です。うんうん、でラベルも結構いろんな種類があって、はい、今度オーダーが開始される、ね、ということで、ちょうど多分この撮ってる1週間ぐらい前ですね。なるほど。はい、オーダー、まあ、僕も見させていただいたんですけど、まあ、ラベルもいろんなカラーがあって、はい、で色もすごく豊富だなっていうのを感じました。で、このオーダーの価格なんですけど、はい、価格はグラブとミットでまた違う。ちょっとそうですね。はい、グラブが5万5000プラス税。5万5000プラス。で、ミットが5万8000プラス税。8000プラス税。3000アップ。3000アップですね。で、定番がそれの1万円各ともにダウンみたいな感じで。まあ、オーダー、公式オーダーだったらちょい、まあ、平均から見たら低いかなぐらいって感じはあるので。そうですね。はい。ただやっぱ学生には4万5000円で、この定番。今定番って全部学生対応なんですよ。あ、そうなんです。そこをちょっとまあ売りにしてるっていうのも、すぐ納期でこう入れれるっていうのも一つポイントになってるんで、
はい、実際触ってみて、この高校生が使っても全然持ちそうな耐久性のグラブだなと思うので、はい、これからね、高校上がる方だったり、まあ、現在高校生の方だったり、まあ、もちろん中学公式の方でも、うん、すごくね、よくお使いできると思うので、ぜひ GS グローブ検討してみてください、はい、ということで今回は GS グローブのご紹介でした。大井さん、ありがとうございます。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。